大正製薬ホールディングスビオフェルミン製薬、武田薬品工業、ビオフェルミン製薬、ビオフェルミン製薬株式会社は、日本の兵庫県神戸市中央区に本社を置く、大正製薬ホールディングス傘下の製薬会社。乳酸菌製剤の老舗、胃腸薬など一般用医薬品を主に取り扱う。創業は1917年2月12日。 1949年に現在の社名に変更されたが、創業当初から一貫して、乳酸菌製長薬、ビオフェルミンを中心として、企業経営を成り立たせている。長く、ビオフェルミンの販売を、武田薬品工業に委託しており、武田薬品グループの販売、製造会社の一社であったが、2008年3月以降は、対象製薬の傘下に入っている。 国内販売は2014年より、輸出は2016年より、それぞれ対象製薬に移管された。国内販売に関しては、対象製薬や対象と山医薬品からの販売権付与により、武田薬品工業が引き続き販売を行ってきたが、OTG 医薬品、指定医薬部外品に関しては2017年10月から対象製薬での販売に移行した。 ただ、武田薬品工業とは完全に関係がなくなったわけではなく、医療用の医薬品の販売に関しては、引き続き、対象製薬を通じて、武田薬品工業へおろしており、武田グループとのつながりを保っていたが、2020年末をもって、その関係も終了となり、対象製薬が武田薬品工業を介さず、直接医薬品をし等へ販売することとなった。 2018年2月1日時点、アサヒグラフ1952年8月20日号掲載の広告ラジオでは、スポンサー番組はないが、MBS ラジオ ABC ラジオ FM 大阪、キ s ス FM 神戸ラジオ関西、TBS ラジオ、文化放送、日本放送でスポット CM としてよく流れている。現在、編集過去、編集グラウンド整備、カー。 ビオフェルミンゴ阪神甲子園球場のグラウンド整備カーには長年ビオフェルミンの広告が出されておりビオフェルミンゴの愛称で知られている阪神園芸の従業員による巧みな運転技術も相まってファンの認知度は高いビオフェルミンゴがグラウンド整備をするのは町内環境を整えるビオフェルミンのイメージと関連づけた広告戦略であろうと考えるファンもいる また、プルバック機能付きのミニジュア玩ングも公式ショップから発売されており、土産としても人気がある。ありがとうございます。